ゲオール・ゲポペスクは、ルーマニア・カラファト出身の元同国代表サッカー、選手。ポジションは、DF、MF。1985年に、ウニベルシタテ・アクライオバでデビューを飾ると頭角を表し、意向豊富な運動量、読みとポジショニングの良さからの優れた守備を武器に、活躍した。1988年には代表デビューを果たす。 1990年のイタリア W ハイでも義兄に、アタルゲオルゲハジと共に、チームの中心選手として、活躍を見せた。同年、FC バルセロナに移籍した、リベロのロナルド・クーマンの後釜として得るディビジの、PSV、アイントホー・フェニエ移籍。1990から91、1991から92シーズンのリーグ連覇に貢献すると、共に、 1989年から4年連続で、ルーマニア最優秀選手に選出された。また、1994年のアメリカ W 杯でも、ハジ、イリエドミトレスクラと共に活躍。優勝候補の一角であった、コロンビア、アルゼンチンを下してベスト8進出に貢献。ベスト進出4をかけた、スウェーデン戦では、PK 戦の末に敗れた。その後、 プレミアリーグのトッテナムホットスパーに短期間在籍。1995年には、ヨハンクライフたっての希望で、リーガエスパニョーラの FC バルセロナへ移籍、すぐにチームに欠かせない存在として、ポジションを獲得、キャプテンとしてチームを牽引し、再び2年連続してルーマニア最優秀選手に選出された。1997年からはガラタサライで、恥と共にプレー。 リーグとカップの3連覇、トルコのクラブとしては、史上初となる UEFA カップ優勝に貢献した。選手生活の終盤は、レッチェ、FC ディナモブカレストと在籍し、2002年にハノーファーへ移籍して1シーズンプレーした後、現役を引退した。ありがとうございます。